足の速さは才能じゃない、走るの学校、宇佐美です。しまちゃんです。和田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日もね、走る学校レーサーズ三重に所属している島尻くんに来ていただいてるんですけども、今日はね、このレーサーズ三重で指導方針とか、まあどういうことを大事にトレーニングをしても練習してもらってるかってことと、最後にね、島尻くんと和田くんのガチ勝負がね、はい、ございますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バオス。過去2本で島尻くんとその準備と大会前のアップっていうのをやってきたんですけど、うん、やっぱ僕一つ疑問点があって、はい、あの早いうちに足が速かった子って将来なんか足があんまり速くなんないとかっていうのを聞いたことが僕はやっぱある、成熟が早いみたいな、うん、っていうのを聞くんですけど、そういった意味ではその走りの学校さんはどういう捉え方をしてるんですか？あのね、まずね、それで言うと筋力で力重視で走って速くなっている子っていうのは、そういう子は確かに出てくる可能性はありますね。はい、気をつけてることとかってあるんですか、走りの学校で？まずは技術、タイムより技術です。で、島尻くんも技術が上がることによってタイムが伸びてるんで、だからどんどん伸びていくと思います。まあ、走る学校を大事にしている絶対に必要なテクニックっていうのは大体30個くらいあるんですけど、そのレベルがどんどん上げていくことを練習でフォーカスしてます。で、島尻くんがね、もうぜひ伝えたいって言ってくれたのが、島尻くん本当この10ヶ月間週2回の練習しかしてないんですよ。家での練習してないんだよね、島尻くんね。はい、逆に言うとちょっと変な言い方しますよ、小学生で 1.5 秒ぐらいね、島尻くん速くなった、そしてその結果本当に素晴らしいことに全国チャンピオンになれたという結果も週2回の練習で十分ってことなんです。その内容が大切、内容が大事でね。僕はじゃあ週2回でいいのかっていうと、僕は何をこれやってるかっていうと、20歳からネーミングで言うとね、プロアスリートのフルコミット期っていうのがあるんですけど、その時は全てのエネルギーを込めてもらいます。島尻くん目標がオリンピックチャンピオンなんで、それを狙うためにそこでフルコミット、言ってみれば 今僕の年代ですよね、僕とか戸川くんの時ね、そこはほんと週6とか週6に1日2回の練習の時もあります。そこでピークを持ってくるためには、小学生の時に週5とか6とかで走りすぎてしまうとこっちにピーク来ないんです。なんでかっていうと、あの大体トップアスリートで引退に追い込まれたりいたり、タイムを伸び悩むのってアキレス腱の炎症とか肉離れとかで、それが起きないように小学生の時はとにかくテクニック、具体的に言うと自分の真下に設置することができて、しっかりと足が高く上がる、そしてしっかりサイクリングオープンができる、この技術を確実に身につけていただきたいと思います。2つ目はね、他者比較よりも自己成長なんですよ。要はね、あの他者と比較するっていうのは、特に小学生の時っていうのはね、やっぱね、競争したいっていう競争心はあるんですけど、やっぱり伸びるタイミングが違ったりするんですよ。で、一緒に走っててあの子にどうしても速く走りたいって思ってるとフォームが崩れちゃうんです。なので自分の課題って何なのかっていうのを明確にして、その課題を練習で技術を向上させるってことにフォーカスしていただいてるんですね。で、島尻くんはその課題に確実にフォーカスしていって、結果的にタイムが伸びていった。3つ目はですね、強制することよりも自主性を重んじています。本当に宇佐美君の城素晴らしいんです。もうね、僕最初の練習行かせていただいたんだけど、自分よりも宇佐美君の指導力高いと思った。それぐらいこの毎週毎週生徒さんのために準備して、それを伝えて、すごい重要なことを伝えて、それをしっかりとこう確認して指導してさせていただくという能力は宇佐美くん素晴らしかった。で、宇佐美くんどんなところが島尻くんから見てどんな指導者ですか？やっぱりあの優しいっていうのと、うん、話が分かりやすい、はいはいはい、そして形が綺麗、あの、はいはい、例とかやっぱり見せてくれるんですけど、そこがめっちゃ綺麗で、特にあのその優しいってところで、僕たちやっぱりどうしてもでも喋っちゃうけど、それでもやっぱり怒らないってところが優しいと思います。ありがとうございます。あのね、これは僕は結構サッカー畑から学んでることなんですけど、サッカーの強豪チームって2チーム種類あって、もうコーチ監督がこれやれこれやれって言ってそれ通りやるっていうチームと、すごい自主的に考えて今こうやるべきなんじゃないか、こうやるべきなんじゃないかって言って考えてプレーしているチームがね、僕はやっぱ結構あるなと思っていて、でレーサーズ三重はとにかく後者、選手たちが考えて
具体的に何が大事なのかを考えていってほしいなということを思ってるんですね。例えば小学生なんで当たり前なんですけど、いろいろこう喋ったり、ね、自由に動いてる時あるんですけど、それをね固くなに強制したり、こうやれこうやれ、右に回れ、習い前習いじゃないですけど、そうやってるとね選手がね考えなくなっちゃうんですよ。島尻君とかってすごい自分で考えてる、どうすればいいかってことで、その考えることを制御しない、これすっごい大事だと思います。自分で考えて間違えてたことをやったんだったらそれ全然いいです。でその結果いろんな失敗や成功をして自分で気づいてくるんです。あ、この感覚っていいんだとか、この感覚って違うんだとか気づいてくるので素晴らしかったなと思います。そして島尻くんのねリクエストでありました、粟田くんとガチ勝負がしてみたいということがございますので、最後何メートルにします？100、50、100、50、100、絶対50。だからね、100だったら粟田くんに勝ち目はもうないと思う、もうノーチャンス。そして粟田くん50メートル言ったら、ね、間を取って75メートル勝負やってるでしょ。これすごいいい勝負になると思います。日本一の小学生と4秒以上速くなった31歳、どっちが速いのか。まださ、新幹線だ50でいいって言ったじゃないですか。話が違うじゃん。大丈夫大丈夫大丈夫。さあ最後ウォーミングアップお願いします。違いないよ。でもね、最後どうなった？追いつかれそうになったけど、いや、いや一度も見えなかった。多分島尻君には俺の大きな背中がずっと見えた。いや最後見えなかった。確かにあのミスったのはカメラの位置をあっちにしちゃったから。僕も俺カメラの横通り過ぎちゃったなと思った。どこまで行くんだっけと思って遠く見たらオレンジのコーンあって。じゃあこれあれだ。テイク2。テイク2。ちょっとでもね、すげえいい勝負だった今。後半がやっぱ伸びてくる。伸びてくるでしょ。全然違う。こう落ちてるの。あ、私の。アーテクのトップスピード速いんですよ。それが落ちてるんですよ。もう一本。行きましょう。もう完全にこうジャッジする。アドバイスよ。待って、VAR 行きましょう。最後来たね。やばい、やっぱね。後半来たね。後半。うん。通過した時の速度は島尻君の方が速いから、グッて来たように見えるんだけど、最初先行したのは粟田君だから、わかんない、本当に。肉眼じゃわかんなかった。これ1本目だね。うん、これ見たらわかるよ。俺を1本目のアーテ君が巻いたんじゃないかなと、ここから見てたよ。和田さんやっぱさすがっすね、分かってる。いや違うこれはね、もっと反論するもん。いや、違うよ。どっち、え、いや、俺じゃない。え、お俺じゃない。え、俺じゃない。ちょっと取るぞ、ね、これは島尻君。これは取るぞ、確かに。最後これだね、この分で。これは島尻君勝利です。一勝一敗だもん。確かに一勝一敗。でもう一回、もう一回、じゃあ最後決める。本当にこの勝利だと。確かに最後一本いきますか。いきます。はい、粟田君スタートいい。粟田君のスタートいいぞ。さあ
い、後半どうだ、後半どうだ。どっちだ、どっちか分かんねえ。またわかんねえ。ちょっと映像チェック。あ、あ、捉えてるかな、これは。こうやーしたな。よしよし、勝者2対1で試合中行きましょうです。試合中おめでとうございます。素晴らしかったです、アズさん。ねえ、いい戦いだった。やっぱりね、後半早いね。後半早い。後半ね、落ちないんですよ。でこの辺りね、なんで落ちないかっていうのね、前の動画でご説明してるんで、概要欄ぜひご覧ください。で、走り学校レーサーズね、もうできて1年目がちょうど、宇佐美くん終わろうとしてます。はいはい、1年目ね、まあ本当翔士くんだけじゃなくてね、本当みんなすごいね、タイム伸びて素晴らしい自己成長できました。2年目もね、素晴らしい年にしていきましょう。そしてね、走り学校ね、陸上クラブもよく全国行かせていただいております。これ見てくださってる皆さんと共に、僕たちもね、たくさんの方から今まで通り学ばせていただいて、日本のね、陸上のね、レベルを共に上げていけたら嬉しいです。それでは次の動画でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。